本最強の剣豪。日本の剣豪といえば宮本武蔵だぜ。徳川三成配下の科学者たちが遺骨から採取した細胞からクローンの体を作り出し、三成の姉の徳川サブ子によって、あの世から宮本武蔵の魂が呼び戻され、クローンの体に吹き込まれて復活したぜ。宿った魂は武蔵が死ぬ直前の魂だから経験豊富な魂と、最盛期の肉体で生前より強化されている。長年過酷な戦闘と狩猟に身を置いた結果骨格が大型の猫か動物のように、変貌するなど戦いに特化している。フラップラーたちとの戦い、トッポレツ渋川花山雄二郎など今までの主要キャラが、武蔵に戦いを挑むわけだがことごとく敗北する。バキは一番最初に挑んで2回も負けてるぜ。武蔵の戦闘能力は強靭な肉体を持ち素手での戦闘も強い。また一番の得意な剣術ではもはや剣そのものがなくとも、雄二郎を切れるほどの技無刀を持つ。元部が立ち上がり武蔵に勝利しみんなを守る。しかし元部曰くこの死闘は武蔵にとっての練習試合に過ぎないとのこと。武蔵が本気を出していたらもしかしたら全員やられてたかもしれないぜ。